さあ始まりました、リーダーの身だしなみのお時間でございます。この番組は身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演じする会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺いたいと思います。さらにゲストの方には服装で気をつけていることなんかも聞けていけたらと思います。この番組ではメールもお待ちしております。797@fmgino1.com に番組のご感想や質問などお寄せいただければと思います。パーソナリティは私マージンのビジネスコーディネーター小川文彦がお送りいたします。それでは CM の後ゲストの方を紹介しますので、一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。はい、リーダーの身だしなみ始まりました。今日のゲストはですね、唯一無二の哲司さん、金子哲司さんでよろしいでしょうか。はい、そうです。はい、よろしくお願いいたします。金子哲司さん、簡単にじゃあ、自己紹介と、はい、ま、なんか一言なんかあればお願いします。はい、カメラ目線じゃない方がいいですね。あの、例えばカメラに向けてる、あ、違う、ラジオはラジオなんで、あ、後に映像が流れるんで。あ、わかりました。イラストレーターと、キャラクターマーケティングプロデューサーをしております唯一無二の哲司と申します。まあ、絵柄はお名前、名前唯一無二の哲司で調べてもらえればバーッと出るので、唯一無二の哲司さんで調べると。そうですね。まあ、なんかあれですね、記載とかあります。あ、後にじゃあ YouTube の方に、あ、そうですね、はい、画像もお渡しするので、はい、こちらもぜひで、まあ、普通のイラストレーターとして、単発お客様、個人のお客様からのイラスト制作 と、 で、企業様向けにそのイラストとキャラクターを使ったマーケティングっていうものをお勧めしています。こんな感じですかね。そうですね、はい。キャラクターマーケティングっていうのは、はい、なんか分かりやすく説明するとどういったことになるんですか。そうですね、簡単に言うと、じゃあ小川さんが今パッて思いつくいるキャラを教えてください。クマもふなし。いいですね、いいですね。じゃあそれが地方のだとしますね。はい。企業系だと、あ、企業のキャラクター。まあ商品でもかな。商品でも、ガリガリ君。ああ、いいですね、いいですね。で、例えば、じゃあガリガリ君のあのキャラクターが、うん、あのパッケージに1回しか使用されないで、これがガリガリ君ですって覚えてもらえたと思います。覚えてもらえない、ね、そうですよね。あれはガリガリ君っていうキャラクターが毎回頑張ってパッケージに出て営業してたから、うん、ガリガリ君っていう認知度が上がったんですね。それはもうふなっしーもくまモンも一緒で、そのイラスト、まあ、結局はイラスト、まあ、イコールキャラクターでもあるんですけど、うん、そのキャラクターが単発で出て終了するっていうのが一番もったいない。そのキャラクターをどんどん転換していろんなシーズンだとかイベントに合わせて商品の色に変えたりとかして、キャラクターを育っていくことによってそのキャラクターが営業マンになるっていうのをゴールにしています。で、それの結果、そのイラストを知ったお客様がこのイラストってどこの会社のなんだろうっていうところに気づいて、でそれで会社に戻ってきてそこに売り上げが戻ってくるっていう仕組みを作ってます。確かにそうですね。ずっと見てるとこのキャラクターを知ってるけど、うん、このキャラクターの会社は知らなかったりっていうのは、そうですね、あるなって思いますね。そうですね。例えば海ほたるのキャラクターとか分かります？海ほたるのキャラクター、東京と神奈川をつないでるアクアライン。そうです、そうです。キャラクターがあるんですか？あるんです。これ僕知らない。そういうことですね。そういうことです。そのキャラクターがいるけど機能していないのが一番もったいないです。なるほど。逆に言えばそっちやんね、今。そういうことです、そういうことです。既存で、まあ、企業の方にはその既存でキャラクターを持っている方にはそのキャラクターが今どういう生活をしているかというか、うん、どうやって営業しているかをお話を聞いたりして、で改善点を提案するのと、でもちろん持っていないからキャラ
企業様が買いキャラクターを持ってない、でそのもちろんその大企業以外の中小企業でも、うん、あの企業そのキャラクターを使って販促活動を使うと、もう売上と認知度が上がるよっていうのを伝えていきたい、うん、ちょっとすごい興味深いですね。ありがとうございます。聞きたいことを忘れのうちにメモしておかないといけなくて、はい、じゃあ、テツさん年齢なんかも聞いてもいいですか？今26ですね。今年27になります。お若いですよね。そう言われますこれどういう経緯で今こう自営業でやるっていうことなんですね。そうですね。このここに行き着いた経緯なんかはちょっと聞いてもいいですか？はい、このイラストレーターとして始めたのが去年の7月からで、うん、それまでは普通の会社員だったりアルバイトだったりを転々、会社員を転々としたんですけれども、転職したり、そうですね。で会社員の途中で副業としてイラストの販売をさせていただいたんです、そのインターネット上で。へえ。そうすると割と反響があったり、その意外と自信になって自分の売れるんだなっていうのが分かって、それで、でなおかつずっとイラストレーターとして生活したいっていう夢もあったの で思い切った行動です。思い切った行動ですね。周りに何か言ってました？そっちでやっていくのかって。妻がいるんですけど、はい、妻は全然応援しますって言ってくれたのと、うん、家族ももう自由にやんなって言ってくれましたね。はい、すごいな。会社員しながら副業的にイラスト、もともとイラストなんかこう得意だったとか。ああ、そうですね。その大学が4年生の漫画の学校に通ってまして、うん、漫画の学校で4年生ってのは。そうなんですよ、あるんです。新宿にある宝塚大学っていうところなんですけど、うん、まあ、あの卒業しても大学資格がもらえるっていうのが特徴で、はい、まあ、面白い漫画描けるかどうかは別なんですけど、でそれ でそこの前にもう高校のぐらいからその漫画家になりたいなって思ってたところで。あ、じゃあこことはつながってるところがあるんですね。まあ、そうですね。で今の仕事を始めてもう丸1年経つっていうことで、そろそろ、はい、どうですか、この仕事始めてみて。その今まではイラストレーターの、そうです、イラストを作る楽しさで販売してたんですけど、うん、今はそのイラストを売る営業の方の力がどんどん成長しているなと思ってます。確かにあの会社じゃなくなって自分になると、うん、全部自分でやらなきゃいけない。そうですね。で作ってただけが楽しかったっていうのは、それがこう今度売り込まなきゃいけないっていうスキルが必要になってきたり、そういうことですね。で売ったものがそれが喜ばれていくのかどうかっていうのをプロデュースしていかないといけなかったり、はい、その通りです。なかなかこう全部自分でやっていくのはすごく面白い面もあり、なかなか大変だなっていうのも。そうですね。その営業に関しては本当に知識ゼロだったので、うん、もう起業した頃からもう勉強勉強勉強って感じでしたね。営業の勉強ですよね。そうですね。どうだろう、物が売れて、まあここもこの場所もね、マーケティングの勉強させてもらえるような会場なんですけど、はいはいはい、そういうところでも知り合ったんですけど、まあそうですね。そうですよね、大事なことですよね。で、あのちょっと気になったのが、はい、キャラクターに営業させることのメリットとか、はい、例えば自分なんかはこうキャラクターを作ったことないので、はい、自分って人間を知ってもらって、はい、でまあ、売れていくっていうか、スーツの販売になるんですけど、はい、なっていくっていうことと、例えばキャラクターを作ることのメリットっていうのはどういうところがあるのかなって。ありがとうございます。あの3点ほどありまして、うん、まず1つ目が、まあ、単純に小川さんは違うんですけど、その顔出しが恥ずかしい人。あ、分かりやすいですね。分かりやすいですね、今時な感じバーチャルですね。そうですね、顔出しが恥ずかしくて、まあ、キャラクターみたいな、まあ、似顔絵キャラクターっていうのを作ってて、その人の似顔絵なんだけど、まあ、キャラクターになってるっていうのは私にしか書けないのがあるんですけど、うん、それが、代わりにアバターになってくれるっていうのがまず一つ目。
うん、で2つ目が、人を雇わなくて済むところですね。あ、すごい。人件費がいらない。人件費削減ですね。もちろん私にはお金もらうんですけど私を1人雇うよりは安いですって話ですね、うん。まあ、あとしがらみとか、まあ、人格がないんで、うん、まあ、しがらみとかはないですね。で3点目が、人を雇った時の失敗がないっていうのは、その例えばこの商品のブランドとしてモデルを起用した、うん、その3日後にモデルが、自殺しちゃったとか、うん、ちょっと暗い話だととか、あとはまあ不倫したとか、うん、そういった時に相当返しないといけないじゃないですか、うん、そのモデルだったりとかそのイメージ全部を、そういうメリット、そういうデメリットを回避できるのはイラストで、例えばイラストでこの A のキャラクターを作って商品出したんですけど全然売れないっていう状態の時はもう A 切っちゃえばいい、うん、A 切ってじゃあもう B のキャラクターでも例えば A が少女漫画風に描いてたとしたらもうじゃあ次はもうアメリカの漫画みたいなゴリゴリの感じで出してみようっていう展開がすぐできる、うん、なるほど。っていうのはもう経営者的には負担がかからないですよね。まあその3点が一番大きいと思います。そうかそうか、すごいな、結構大きいメリットがありますね。大きいですよね。その、まあ、経営者視点からすると、うん、確かにって思ってくださる方がたくさんいらっしゃいます。人物の場合は、まあ、普通に自分が出るから、まあまあ、そういったリスクはありますよね。インターネットだったり、ね、まあ当たり前のことなんですけど、確かにそれがリスクと考えればリスクかなっていうのと、確かに営業マンを雇ってやっていくと、その営業マンにもね、人格があるから、そうですね、まだ喧嘩しちゃったりとか、喧嘩しちゃったりから、そういうので、まあ、私と喧嘩さえしなければ大丈夫なんですけどね。なるほどね。まあ、しないですけど、哲司さんの喧嘩するとか、多分もうキャラクターがなくなりますから。確かにそうですね。人を雇うっていうことってすごく勉強ではあるんですけど、それもね、リスクではあって、まあ、それこそ今人材育成の時代じゃないですか、うん、その新人が仕事できないのは当たり前なのに新人にこうガツガツ言うような社会が多い中で、うん、それですぐ辞めちゃうでまたなんかプロを探す手間を探す手間を時間で使うんだったら、もうキャラクターを、うん、キャラクターを育てた方が早いぞとは思います。すごいな、すごい。キャラクターが一人走りするように、あ、もうそうですそうです。最終的に知名度的にもうどんどん上っていけば、まあ、それの、まあ、A の商品作ってたキャラクターだったけど、うん、今度はキャラクターがのオリジナルのグッズを作れたりとかしますからね。そうするとまた新しい純利益が生まれて会社にまた帰ってくる。でもうどんどん展開できます。キャラクターっていうのはその人形になったり、もう歌出したりとか、もう何でも方向性がたくさん生まれるのは、うん、使い勝手がいいっていうのがいいと思います。確かに。例えばキャラクターとロゴマークとってまた違うんですか？あ、そうですね、ロゴはまた会社の顔として必要ですけど、まあ、キャラクターはどっちかというと会社の顔になりつつ、まあ、営業もしてくれるじゃないですか、うん、そのロゴマークっていうのは売れてるロゴマーク、矢沢永吉さんのマークとか、矢沢とか好きな人をたくさん車のステッカーとかに貼ってますよね、うん、ああいうのはロゴが一人歩きしてくれてるのはいいとは思います。ただその矢沢商品でしか展開はできないなとは思います。矢沢のロゴがありつつ、うん、他に何かあるかな、まあ、ナイキとかそういうブランドが確立しているものはいいと思います、うんうん、そのブランドを見て、あ、これはナイキだからいいやつだとか、うん、これは象印だから、あ、タイガーだからいいやつだとかって分かるのはいいと思う、うん、ただそのこいつを宣伝する材料にキャラクターを作ってほしいんです。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。そのロゴとセットなのももちろんなんですけど、うん、このロゴを売り出しつつ営業マンをキャラクターにしてほしい。なるほど。まあ、そうかそうか。
ロゴマークとキャラクターは営業マンとしてなんですね。そうです、あくまで営業マンとして看板でもありつつ、だから看板娘とかよく言いますけど、はい、看板娘なんだけどその人はちゃんと活動してくれる、ロゴマークはもうなんか看板なんでそこにあれば十分仕事してくれてるっていう、役割は若干違いますよね、そう考えると。なるほどな。でこうやってくる、例えばキャラクターのマーケティング、このマーケティングの話を聞いてみたいんですけど、はいはい、キャラクターが例えばこうこういうお店だったらこういうキャラクターとか、はい、僕なんかスーツ屋だったら、はいはいはい、スーツのキャラクターがいいのか、はい、っていうかそういうところも聞いてみたいなと思って。そうですね、その大体、最初にお試しとしてその、金額を抑えて一回こんなもんですっていうのをやらせていただいてるんですけど、その時には絶対ヒアリングをしていまして、そのヒアリングで聞く内容としてのその一つの項目がターゲット層なんですね。ターゲット、はい、はい、で例えば、あ、じゃあ例えばどの層の方に来てほしいですか。僕は30から40の経営者。経営者、じゃあ男性女性は問わない。あ、男性ですね。男性、そうです、メンズスーツですね。メンズスーツで、あー、なるほど。30から40のってなると、あの逆算っていうか、取捨選択していくとゆるキャラはないですよね。ゆるキャラで30代40代がピンとくるかって言ったらそんなことない、で逆にその今の30代40代がハマったものっていうと、多分少年漫画系だったりとか、その世代に受ける、そうです、その世代が反応してくれるキャラクターの設定にしていきます。例えばそのスーツがその20代から30代の男女問わずのものだったら、もうそのキャラクターの設定使えないと思うんです、その少年漫画風の絵だったりとかして、女性にはね、そうですよね、そうですね、そうするとちょっとゆるキャラなんだけどスーツしっかり着てて、その等身でいうと3、5等身ぐらいで、キャラクターチックなんだけどちゃんとピシッとしてる、パッと見でピシッとしてるっていう先入観を持たせるキャラクターを作ります。結構遊びがあんまり少なめで、そうですね、きっちりした印象が与えられるような、スーツ屋さんで何どうやって選ぼうかなって思った時に、やっぱりこう店員さんの対応が一番重要かなって思うんですね、そのスーツ、触るじゃないですか、首元とか、あの丈とか測るときに、そういうのでやっぱり人間性として対応がしっかりした人にやっぱやってもらいたいなっていうのと、あとは質、スーツ自体の量質もありますけど、そのまずその、ファーストインパクトとしてそのお店自体の、あの印象をどう表現するかっていうのをキャラクターに使いたい。じゃあ少し端折ってキャラクターこうできるじゃないですか、テスさん書いてもらって、どうですかって、今後その人はどういうふうに今度売り出していくというかこう、お披露目していく、その簡単な流れとかも聞いてもいいですか。あ、もちろんです。その例えばじゃあ小川さんはインターネット系の手段何持ってますか。Facebook、Instagram、ブログ、YouTube、すごいですね。まず、でも小川さんは小川さんで顔を持ってるので、それは大事に使っていただきたいんですけども、ただ間でキャラクターを紹介はしてほしい。そのキャラクター、こんなキャラクターがまずできましたっていう紹介をしてほしい。で、紹介ができた後、こと細かにそのキャラクターがどういう性格でどういうキャラクターで、趣味はこれで、どんな食べ物が好きで、好きなスーツの素材はこれでっていうキャラクターを説明してあげます。小川さんがキャラクターにじゃあ人格をつけて、あ、そうですそうですそうです、あ、設定は私がするんですけど、でその小川さんで、その後小川さんが反応を見て、
これでこれ結構反応あるなって思ったらアイコンを全部変えてもらいます。それかそのキャラクターのアカウントを作ってもらいます。あ、別で。そうです、別です。別で Twitter なり Instagram なりでそのキャラクターのアカウントでその小川さんのお店の情報をずっとつぶやいたり説明してもらいます。なるほど。これがインターネットの手法で、うん、で実店舗がある方にはおすすめしてるのはショップカードとかポイントカードなんですけども、うん、でそこにキャラクターを1個置いてでポイントカードをデザインしますん で、 うん、でそれであのお財布などでも入った時にあのパッと見で目立つようなものを作ると、ああそうだこのキャラクター、ああ小川さんの店だ、あまたあそうだちょっと新しいの欲しかったなっていう方が来てくれるかもしれない。こうカードいっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、これどこのだっけってよくあることですよ。そうですね、多分キャラクターってパッて入ってパッて分かる、うん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 、すごいなすごいなですし、まあ、あとは、まあ、交流会とか参加される場合であればこうやってチラシ作ったりだとか、うん、あとは、まあ、あのお店用 の、 そのショップカードの小川さんの名刺とは別のショップカードとか作ってしまうとか、あとはあのお店のお店にその立てかけるやつとかあるじゃないですか、はいはい、あの最近だと LINEPay のやつ見ましたとか、はあ、ちっちゃいやつ、ね、そうですそうです、ああいうのでどんどんあのちっちゃいあのキャラクターをどんどん立てていくとか、そうやって広めていきたいですね。お時間もねあと4分ぐらいになっちゃったので、あの、はい、テズさんせっかくだったらこう仕事の今やってるのも説明なんかも簡単にしていただけると、はい、あの結構遠くにいるお客さんのやり取りができたりするんですか。そうなんです、そうなんです、そうなんです。私東京に住んでますけど、あの最近だと遠い方で熊本の方とやり取りさせていただいて、全然じゃあ沖縄もね、はい、あもちろんです、全然むしろ行きます。むしろ行きますよかったら、あのすごく今安く、はい、僕は安いなと思ったんです。そうですね、これで見えるかな。あ、まあこれ後で口で説明しようか。あ、そうですね。あ、わかりました。そのまあ単純、まあ、3つの問題簡単に言うと、例えば1つ目が似顔絵とかキャラクターをも興味があるけどまだやったことないしどう使っていいのか分かんない方、うん、で2つ目がその似顔絵のキャラクターを持ってる、うん、もしくはキャラクターの運用をしている似顔絵を持ってるっていう人だけどあんま使ったけどあんまいい反応がないなっていう方で、3つ目が商品がある元々でもこれ売り方がよく分かんない、うん、あのそういった悩んでる方、この企業の方に該当がいただけて、でどうあのそれぞれの方にまたヒアリングさせてお話伺うんですけど、そのサービスに合ったキャラクターとイラストでマーケティングのやり方を教えます、うん、でそのイラストとキャラクター使ってどうやってご案内できるかを、あどうやったら結果がつながるのかっていうのもご説明します、うん、であのっていうこの括りをやってないので、他の方、他の企業が、うん、やってないので、もうライバル企業なりともう一歩先を行けるっていうのがメリット3つ目です。で、これをもろもろ含めた、お話、多数、それに付属したイラストをプレゼント、うん、1つプレゼントします。で、それをでもろもろ込みで、まあ7000円でやらせていただきます、うん、の診断も込みです。そうです。まあ、お客様が今何に困ってるのか、何が課題なのかっていうお話を聞いた上の診断を含めて7090分間お時間いただいてやられています。それはじゃあこう対面でやるのが一番いいのかもしれないですけど、はい、メールでやるだったりとか。あ、最初はあのお電話か、ビデオ通話かさせていただきます。私が、まあ、どんな人かっていうのも知っていただければと思うので。うん、すごい、あの僕は聞いてて安いなと思って、で、あ、安いです。でもこれが、はい、あのこういうふうに進めていくんで話を受けてやってみてあんまりこううまくいかなかったり、例えばうまくいったり次こうしていきたいんだけど意見だったりまた投げたら、そういうの返答に関してはまたそれは別で、はい、あ、いえそれは全然お話しさせていただきます、うん、で、まあだからイラストレーターなんで、そのイラストを描く際にはあのどうお金が発生するかっていうのは今後決まっていくんですけれども、とりあえず最初のこのお試しに関してはあの先ほどおっしゃってたその不都合だったりとか嫌なこととか、まああんまり結果が出なかった場合は返金保証します。すごい、お返しします。
すごいですね。はい、多分これどんな方にも該当すると思いますし、そうですね、やった方がいいことで、あんまりこうこれがすごくこうなんていうんですかね、みんながやってることではなくて、大企業なんかこう目つけてやってるかもしれないですけど、そうです、ね、特にこう一般でね、自分っていうのを追っていかなきゃいけない人は、自分以外にもそういうふうにこうアカウントが一つ残るとそうです、ね、すごく分かりやすくていいのかなと思いまして、はい、今っぽい仕事かなって、まさに今に合わせていければいいと思います、ね、企業の方々も、はい、はい、ありがとうございます、はい、こんなところで時間が来てしまったので、はい、すごく貴重なお話ありがとうございました。ぜひまたタイミングがあればラジオに出てください、はい、でこれも宣伝にガンガン使ってもらっていいので、ありがとうございます、はい、今日のゲストは唯一無二の哲也さんにお越しいただきました。